皆さんこんにちは、大分トニータ監督の片野坂です。いつもトニータへ応援ありがとうございます。私事ですけど、来シーズンの契約を更新してまた大分トニータでやらせていただくことになりました。本当にトニータに関わる全ての方々に感謝申し上げます。ありがとうございます。まあ、私自身 5期目になりますけど、これまで本当に皆さんのおかげで、いい成績、いい成果を上げることができてます。来年厳しいのはもちろんありますけど、私自身も思い切ってチャレンジして、皆さんが喜んでもらえる励みになる楽しい試合をできるように頑張って、精進してまいりたいと思います。あと今シーズンは、3試合になりましたけど、12月の7日最終戦セレッソ戦でいい形で終えれるように、そして皆さんと喜び合えるようにしっかり頑張っていきます。また今後も応援よろしくお願いします。頑張ります。